生涯不敗といわれる不屈の侍宮本武蔵の青春と放浪の日々を描いた大河ドラマ武蔵。物語は関ヶ原の戦い直後から始まります。首を取って身を立てるどころじゃなかったな、竹蔵。敗戦の兵となった若き武蔵竹蔵と幼馴染の又八。俺のふんどし。ふんどし洗ったから大丈夫だ。武蔵と又八の故郷美作の国。竹蔵と何かあるんじゃないだろうな、おつ。ありません。おつは又八の言い名付け。しかし次第に同じ境遇の武蔵に心惹かれてゆきます。強くならなくちゃって思うんです。出て行ったんじゃない、親父様が追い出したんだ。武蔵の父新面無二歳、この厳しい父への反発から武蔵には強くありたいという気持ちが芽生えていきます。それでも強いつもりか、強いと思ってんのか。強くなってやれ、強くなってやれ。武蔵宿命のライバル佐々木小次郎、彼もまた無敵の剣豪として名を馳せてゆきます。小次郎が最初に思いを寄せた女性八重、そして小次郎を支えるもう一人の女性おしの。私の命まで実際に捧げる気はない。美しさは力になりません。さらに今後も魅力的な登場人物、武蔵の強力なライバルとなる剣豪たちが続々登場。さらにドラマティックにパワフルに物語を盛り上げていきます。宮本武蔵。熱く激しく生きた伝説の剣豪が今よみがえる。